ゴリラゴーちゃんみたいに保育園の登り場みたいな、ゴリラそこ上にいんの、パパの完璧だけど、まだ保育だろ、ちっちゃいのどこ行った、いたよな、パパがめっちゃ上から来るからさ、どん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 進んでいく、上にいるやん、上にいるやん、ほんまに、あそこにいる、見てる、誰、源太郎、めっちゃ見てるの、見てるよ、だってゴリラのやつ買ったもんな、赤ちゃんとねえねえ、さっきさ、大きいゴリラさ、あの天井に登ってたね、出たな、次はゴリラやな、ゴリラすごい。赤ちゃんどこしたの分かる？あのゴリラちゃん、赤ちゃんいるの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 、あのゴリラちゃん、赤ちゃんどこしてはるやろ、赤ちゃんわかる？ゴリラ。わかる？名前は赤ちゃん。ゴリラ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 。ああ、こんな風に泳いでる。めっちゃ見てるやん。すごいね、こんな風に泳いでる。赤じゃないな。こんな風に泳いでるよ、すごいね。赤ちゃんどこかな？だけど、あれ怖くないんだね。赤ちゃんご飯食べれるの、大きな赤ちゃんの顔が見えたな、赤ちゃんの顔が見えたな、食べたとこで何匹も生まれるとかないの、でっかこれも上のやつどうだ、そうやな、ゾウはゾウ、ゴリラおもろいな、どんどんつけてる、ちょっと違う、動かれた、うんうん、これね、ガラスの中にあるの、えちゃん、あの近くに来てないの、パフェがいいんじゃない、あ、おばちゃんぽい、じゃあ、ゴリラおもろい、この森の季節を一気に赤ちゃん。